どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、アーカイブアップロードをシェアさせていただきたいと思います。アーカイブアップロードつまり一体何かというと、以前ガズレレ YouTube チャンネルで取り上げたレッスン動画を今もう一回、今このタイミングで歌わないというお誘いみたいなもんでございまして、はい、これからシェアさせていただきたいと思います。今日取り上げたいのはドン、アメージンググレイスです。これ英語の曲ですけど、これゆったりね、秋の夜長にこれ奏でたら最高ですよ。心が洗われますから、ゆったり気分で、もう4つ弾きで十分ですから、これはもう本当にね、この曲、今一度もう一回やってみましょう。英語もね、比較的これは簡単だと思いますんで、じゃあ、レッスン動画いきますよ。皆さん、張り切ってやってください。どうぞ。Amazing Grace をウクレレで心を込めて歌ってみようと思います。この曲はですね、コード、基本的には3つ。でできます。でね、今回はちょっといつもね、かっこいいバージョン、シンプルバージョンと2バージョンやって、今回はね1回だけやるんですけど、1番は超簡単シンプルバージョンです。2番はちょっとアルペジオが入る3連なんで、3拍子の3連、あとでちょっと解説しますけどね、アルペジオやり、最後はねキーをドンと一音上げて盛り上がるっていう、そういう流れでやってみようと思います。歌詞の順番で言うと、1番、2番やって、最後、キーが上がって1番っていう順番で、ガズレレオリジナルアレンジで、簡単版でやってみようと思います。この曲は3拍子の曲なんでね、1番と2番と3番、ちょっとずつ弾き方を変えていきます。それでは心を込めてゆっくり、Amazing Grace、やってみようと思います。いくぜ!せーの。あーめ。はい、そういうわけで、アメイジンググレイスやってみました。はい。なんていうかね、こう心が、こう、清まるって感じですよね。はい。じゃあ、見てみましょう。今のはですね、本来は3番まであったんですけど、ちょっと1番やって、2番やって、また1番キーを変えてやったっていうことですね。コード進行は一緒ですので、3番をやりたい方は歌詞を書き出して、ノートを書き出してください。これがガズレレの、ウクレレ上達法ですよ。これをノートに書いてくださいね。はい、どうぞ。まあ、英語ですからね、そもそもね。まあ、この感じが、ちょっとここの解説、後でしますけど、今はね、ここは1番なんですけど、これは普通に、G、
これここに書いてあるでしょ、3拍子だからワンブロックに3回ですよ。このブロックは Amazing Grace 2 3 1 2 3 3、要はワンブロックに3回です、3拍子の曲は。はい、それだけ覚えておいてください。でこっから2番はアルペジオでやったんですね。アルペジオのやり方はここに書いてあるんですけど、まあひとまず後でやりましょう。でここ2番、あ、じゃあ1回いい？コード進行同じだから歌詞を書き足してくださいね。まずちなみに今ここに C7 って書いてある、これ1番は弾いてないです。そうしたらですね、今やったバージョンだと3つのコードだけでこれできちゃいます。 C と F と G7 です。はい、 C7 入れるとちょっとおしゃれになりますから、ここ1回で2番では入れてましたね、 C7 を。はい、その辺の変化を、じゃあ2番もここ一応移します。はい、コード進行一緒ですから歌詞が違うだけですね、こことね。で3番はいつものように場所がなくなっちゃったんで、3番というかまあ1番に戻るんですけど、キーを変えてます。 D と G と、要は1個の数字で3回弾くです。 1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3 って感じで、まあ同じコード進行っていうかで、あのキーがね一音上がってますから C から D になってます。ここら辺でまあコードが多くなってるんですけど、まあ、このキー上がるのは無理にやんなくてもいいと思います。まずはその最初のやつだと、この3つで、これ映ったらなくてもできます。C と F と G7。このコードはわかりますよね、もう皆さんね。C と F と G7。C7 も簡単。1弦の1フレットだから、これ4つのコードを、ここも、1番のここのところも弾いてもいいと思いますね。I was, was, la, da, le, と C7 ここしちゃってもいいかなって感じです。はい、で、キーが上がったところでいつも見慣れないコードが出てくるので、一応さらっと紹介しましょう。まず D と G と A7、D7。A7 と D7 はあのガゼレリスコード内でもよく出てくるんですけど、 D と G っていうのがまあ結構珍しいっちゃ珍しいんで、ここの D と G だけ、あ、ガゼレリスコードって今さらっと言いますけど、それわかんない人、一応私があのコードわかりやすく解説してる動画があるんで、ここにリンク貼っておきます。クリック、はい、行ってみてください。それを覚えてね。じゃあ今日は D と G をちょっと分解してみましょう。 D です。 D というのはこことこことここ、こういう風に3つ押さえて、私はこういう風に押さえるように最近してます。はい、この3つのですね。で、これはね、いろんなパターンがあって、こういう人差し指1本で3つ押さえて、1弦を押さえないんですよ。こういうふうに、ここがキュッとしなる人はこれでもいいと思います。ただし、これ結構失敗して1弦がこうなっちゃう人とか多いんで、まあまあ、これの方が間違いないと思いますけどね。で、これもちょっと指狭くて苦手だなと思う人、最終兵器は、2フレット全部押さえて、1弦の5フレット。これも D です。これもガズ流です。これの方がね、もしかしたらこの歌は合うかなと思いながらも、まあ、普通に、これ1弦の5フレットの音がピンと伸びるんで、これも気持ちがいいですね。これもおすすめです。こっちただ制覇なんで、こうしっかり押さえてください。こうビシッと押さえて、はい、あとは G ですね。 G はこことこことここです。こことこことここだから、 G7 の反対側にこれが飛び出したというイメージです。私はこういう風に押さえてますけどね、こうとこう押さえてこうです。で、人によっては人差し指で3つ押さえて1個立てて押さえる、どっちも同じ音です。はい、これが D と G でした。で、それ最後のキーが上がったところはそのコードを、まあ、用いております。はい。コードの解説は以上にして。じゃあ、弾き方ですね。2番のやり方です。一応ここメモっといてください。これです。この表。これです。上から1弦、2弦、3弦、4弦で、要はこうなんでね。てん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 。あ、ちょっと待って。タン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 、ジャンタ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 ン、ここ上の1、2、3は、テンテンテン、2テンテン、タンツッツ、1テンテン、2テンテン、3、これをメモって分解してください、ご自分で。いつも。ね、このアルペジオがこの曲のまあキーポイントになるかなと思いますけれども、でも今やった1番のように、ほんと心込めて、シンプルに3つ右ですね、この場合。アメやっぱこっちにフォーカスした方が、やっぱり曲としての、エネルギーというか完成度は高まると思いますね。やっぱりこう、エモーショナルにやりたいですよね。はい。じゃあ今回、アメージング・グレースの解説、これで今日終わりです。コードは簡単ですけどね、やっぱり弾き方と違う、歌のやっぱ感覚っていうか、伸びというか、まあそういうところが面白い曲だと思います。ぜひ挑戦してみてくださいね。アメージング・グレースのレッスン動画でした。皆さん、いかがでしょうか？秋の夜中にアメージング・グレース。これゆっくりめちゃくちゃゆっくりでも、絵になる曲というか、もう4つ弾きでね、本当にこう、心込めて。はい、さあ皆さん、この音楽を奏でるこの楽しみみたいなものをですね、今度もぜひ周りの方にもぜひお伝えください。その時にこのガズレレ YouTube チャンネル
活用ください。チャンネルにいいねだとかチャンネル登録なんかもよろしくお願いいたします。そしていつも使っているガズのわがままウクレレ、これソプラノサイズとコンサートサイズがいろいろね選べるんですよ。ピックアップありなしだとか、これフレットの数だとか、そのね事前予約注文始まっております。ここで、ホームページ上で見てください。セミオーダーウクレレをオーダーしてくださった方には、ね、カラーバリエーションも選べるように今回からなっておりますんで必見です。まずホームページからご確認ください。そしてね、ガズレレいろんなことやってます。さっきもちょっと途中でお知らせしたんですけど、ガズクラブ。こちらももうほんと500名以上のね、メンバーでも本当に楽しんで、毎朝僕がラジオ配信したりしてるんですけど、このね、アプリがあるんですよ。ガズレシピです。こちらの方もアプリなんでね、もうどんどんいろいろスクロールできたり、メトロノーム機能ついたり、もうすごくいいですよ。まずはこれダウンロードしていただく。これ全部ホームページのトップページからリンクかかってますからね。お願いします。そしてあとね、ガズレレではいろんなグッズがね、あるんですよ。この今、かけてストラップだとか、キャップとかね、キャップとか、T シャツだとか、あとね、このリュックサック、これも、あと、ほんと、あともう数個になっちゃいましたけど、これウクレレコンサートサイズが入るリュックサック型ウクレレケースなんですよね。これ中開けると2つのポーチが、これ、ね、取り外しができるセパラートタイプのポーチがついてて、譜面台を入れたりとかチューナーを入れたりとか、こういうふうなついてる、まあ楽器用のケースなんで、ここも分厚い保護材になってます。これがもうものすごく大ヒットをしてたんですけど、あともうちょっと本当に、もしご検討くださってる方は急いでください。これ横に持ってるとかね、これビジネスマンでもね、スーツにも合うかなみたいなデザインしております。そういうグッズがいろいろあるという、あ、この水引きもね、これ私の両親が手作り、こんなのもやってたりとか、これです、これ、このリットミュージック社から出てるこの、信号機みたいな、この赤と黄色と緑みたいな、このね本のシリーズもね、これ3冊合わせてもう累計そろそろ10万部に行くんじゃないというぐらいの大ヒットになってますけど、とにかくこれ分かりやすいんで、ぜひこれ本屋さん、楽器店さんなどでちょっとこれチェックして、もうもちろん Amazon でもありますし、ぜひこんなのも、よろしくお願いします。そんなわけでですね、もうガズレあっちからこっちからもう大盛りでございましてですね、まあ、これからも面白いこうミュージックライブを、楽しいミュージックライブを皆さんにお届けしようと思ってます。音を楽しむと書くから音楽ですよ、楽しむ、これが真ん中にあっている音楽、素晴らしいと思います。皆さんこれからもガズレと一緒に楽しく音楽してまいりましょう。それでは皆さん、さようなら、ごきげんよう、バイバイ。